いや、率直にめちゃめちゃ嬉しかったです。でも、プレッシャーもありますし、主演としてこう座組をしっかり引っ張っていけたらいいなというふうに思ってます。前回は自分が引っ張っていったというよりも周りに支えられてこう作品作っていったかなっていう自分の中でちょっと思い入れがあるので、今回は引っ張っていって座長らしい姿を共演してる皆さんにも見ていただきつつ、ファンの皆さんにも、そういう姿も見ていただけたらなというふうに思っています。初演、すごい楽しかったです。なんだろう、本当稽古場も笑顔に溢れてて、なんかもう一回高校生やってるなっていう感じがしてすごく楽しかったです。あと話の内容も、コメディということですごい明るいものだったので、こうやりながらすごい楽しいなというか、なんか学校にいるような感じ、なんかなんだろうな、修学旅行とか行ってないんですけど、なんかそういう感じというか、なんかもう一回青春してるなっていう感じがしてすごく楽しかったです。だから今回もまたそれを味わえるならっていう風に考えたらすごく今から楽しみです。いや、コウタはね、すごくいい子です。率直にすごくいい子です。初演の時ですね、今物語の中でコウタは好きなものを好きっていう言えるようになっていって、その成長をしている姿をこうどんどん皆さんに見ていただけたのかなっていう風に思っていて、今回はその好きなものを好きって言えるなとコウタがどういう風にまたこう成長していくのかなというか、その成長過程を皆さんに見ていただけるのがすごい楽しみだなという風に思っています。コウタは本当に何ていうのかな、本当普通の高校生なんですけど、どこにでもいる高校生と同じで、みんなとワイワイするときはワイワイ楽しんだり、そういう感情を分かち合えるすごくいい子なので、僕も大好きですし、コウタは、はい、皆さんももっともっとコウタの魅力を知っていただけるように、僕が伝えれるように精一杯頑張っていきたいなというふうに思っています。